心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。では早速いきましょう。鍋友メンバーのひよこさんですね。こんにちは。いつも楽しく、そして一緒にいろんなことを考えさせられながらラジオを拝聴しています。今回は面白い本を見つけたのでレターを送らせていただきます。グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないという本です。ハーバード大学で長年にわたり数百人の被験者その家族を対象に細かな質問や健康診断結果、直接面談での詳細な観察などを行い、幸せに必要な要素は何かと分析している内容です。今絶賛読み途中なのですが、この内容もしかすると由美さんにも大輝さんにも金銭に触れるのではないかと感じ、レターを送らずにはいられませんでした。全く興味がなかったら余計なお世話ですみません。もしもこの本を読まれたことがあるのならばぜひ感想を聞きたいです。また読まれていないようならお二人の考える幸せになるための要素を教えていただきたいです。これからもずっと応援しております。レターを読んでください。ありがとうございました。はい、ひよこさん、レターありがとうございます。ですね、その本は読んだことないんですけども、なんかありますよね、そういう、まあハーバード大学とかね、まあアメリカの大学とかが多いと思うんですけど、そのなんかもうそのね、特定の人をもう子供の時からずっとウォッチして、なんか40年追いかけましたとかね、でそれ何百人、ずっとなんかその健康診断や調査して、なんかそういうね、なんか実験やってるみたいな話は聞いたことあります。まあこの本とは関係ないかもしれないですけど、なんかそのようやるわ思ってその何十年も追いかけて、まあそういうね、研究をしてくださる方がいるから、世の中こうね、こうまた新しいことが発見されたり、便利になったり豊かになったりするんだろうなと思うんですけど、すごいなって思います、そんな研究ね。で、読んだことないので、まず幸せになるための要素、僕なりにこれ考えてますっていうのをお話しして、ちょっとね、派生してね、自己啓発本なんかの話もね、考えてることちょっとお話ししたいと思います。で、まず幸せになるための要素なんですけど、まあこう改めて聞かれると難しいんですが、パッとね、もう直感、こういうのはなんかあんまりごちゃごちゃ考えたらね、変な感じになっちゃうんで、もうパッと思いついたことといえば、やっぱ他人と比べないことかなっていう気がするな。まあ心がけてることでもあります。やっぱね、このご時世というか SNS なんかもねあるので、もうスマホパッて開いたら他人のなんかこう良さそうな暮らし、充実してそうな仕事、幸せな家族、まあいろんな姿がね目に入るわけなんですけど、まあそういうのと比べて、あ、だから自分はなんかこれが足りてないとか、まだこんなんが、できてないとか、まだまだ貧しいとか楽しくないとか、そういう風に考えちゃうと、やっぱなんか幸せって遠のいちゃうなと感じてて、まあ、だから、自分が楽しいとか幸せだなと感じるのに他人と比べる必要はないんだよっていうのは心がけるようにはしてるかな。で、一方、その他人と比較することでモチベになることもあるじゃないですか。例えばその仕事でも、あの同期のあいついつもね仕事できるって評価されてて悔しい、もっと頑張るぞって言って、それでねモチベ上がって仕事頑張れるってなったら、それプラスの効果じゃないですか。まああるいはそのもっとこんな暮らしがしたい、あんな暮らしがしたい、あの人みたいなこう家庭にしたいって思って、じゃあ仕事頑張ろうとか、毎日の生活こんな意識してみようって、こう、まあ、改善できるのはいいことやと思うんで、なんか必ずしも比べることが全部悪やとは全然思ってなくて、その嫉妬とか劣等感ってこうバネにもなるんでね。
こう生き生きと暮らすバネにもなるんで、そういう意味ではこうねいいんですけど、まああまりこう比べすぎて足りてない足りてない足りてないってなるとやっぱしんどいなっていうところで、他人と比べない、比べすぎないっていうのかな、自分が幸せって感じるのに誰かと比べて、あだから私は幸せなんやって感じる必要はなくて、自分が楽しいと思ったら楽しいし、幸せやと思ったら幸せやしっていう、まあ自分の幸せは自分で決めるよっていうことは意識してるかな。で、ちょっと本の内容に入りたいんですけども、ひよこさんのね、このグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないという本、感銘を受けたまでは書かれてないですけど、まあ、多分いい内容やなと思ったからわざわざご紹介いただいたと思うんですよね。で、それは、すごいいいことというか、ひよこさんの感じたことなんで、それはまあ、いいなと、尊重したいなと思うんですけど、あえて、僕、ちょっといろいろ自己啓発本っていうかな、こういう本いろいろ今まで読んできたりとか、あとはまあ心理学の勉強っていうか、こう今までね、皆さんからのお便りお答えしていく中でちょっと感じることがありまして、それ何かっていうと、特にこういうハーバード大学で研究しましたみたいな本多いじゃないですか。昔ね、ファスティングの本とかもなんかハーバード大学の人が書いたみたいな、なんかそんなんやった気すんな。多分ね、その日本で売れると思うんですよ。ハーバード大とか、なんとかの、研究者が、書いたなんとかですって言うとね、まあそれはすごい本っぽいじゃないですか。で、確かにすごい研究したと思うし、その内容には自信があると思うんですけど、あんまりこういうのを鵜呑みにしすぎんのもちょっと怖いなって感じるんですよ。どういうことかっていうと、まあこのね、本に書かれてる内容はまあそうなんだと思うんですよ。実験の結果やし、その著者の先生がそれをまとめてこうやって思うから書いてるのであって、別に嘘書いてるとか間違ってるっていうつもりはないんですけど、それがじゃあ世の中の真理かっていうと、それはまた別問題なんですよね。あくまでもその人がまあ研究したり、まあ自分の経験で思ってることを書いてるだけなんで、本とはいえ。本に書いてるのは正解じゃないですからね。その人の考えが書かれてるだけなんで、それを、なんていうかな、忘れずにというか、まあ客観的にね、受け止めた方がいいのかなと。これ別にもう一回断っておくと、別にひよこさんのね、その良かったですっていうことに、なんか水を差すつもりは全然ないんでね。せっかくレターいただいて、それに派生してね、ちょっと思ってることをお話しするっていうだけなんで、まあこの本がというよりは世の中の自己啓発本的な本に対する、まあ向き合い方みたいな、ちょっとざっくりした話やと思って聞いていただければと思うんですけど、そうそう。で、だからまあ、例えばそのハーバード大学で研究しましたって言って、で多分研究した人って、数百人とはいえ結局数百人じゃないですか。多いけどね。多いけど数百人。で、多分、特定の地域にある程度偏ってたりすると思うし、その被験者。あるいはまあ、世帯の年収とか、家族構成とか、偏りがあるかもしれん、人種とかね。で、そもそもアメリカ人じゃないですか、多分調査されたんで。だから、結局アメリカの大学の教授が、まあ、調査したアメリカ人の調査であって、じゃあ日本人の我々に、それが、すっとね当てはまるかっていうとまた違うかもしれんっていうね問題があるし、でこれは特にね健康の話とか顕著です。これはねまあなんか幸せの話ってざっくりしてるんであれですけど、健康法とかの話でなんかハーバード大学のなんとか先生が研究しましたとかね、眠りの研究しましたとかダイエットの研究しましたって言ってね、そういう本よくあるんですけど、それもねやっぱアメリカ人の研究なんで、アメリカ人と日本人でもう体格も遺伝子も全然ちゃうじゃないですか。だからアメリカ人の研究者がこれいいって言ってる内容が日本人の我々に当てはまるのかっていうと、やっぱそれも疑問符で、ね、当てはまる部分あると思うんですけど、じゃあそのままね実践したらいけるんかっていうと、やっぱ個人差あるやろなって思うし、まあそもそもアメリカ人でもその内容をやってうまくいく人がいればいかない人もいるわけで、まあ人のねことなんで、人の体なんで個人差って当然なんですよ。だからそういう意味で自己啓発本とか
こうしたらいいですよみたいなノウハウの本とかって、いいことは書いてるんですけど、やっぱりどっか、あ、これはまああくまでもこの人がいいと言ってるだけであって自分に合うかどうかは分からんよな、このこれだけが正解じゃないよなっていう、ちょっとこう一歩引いたね、客観的な視点はあった方が、いいのかなって思うんですよね。で実際ね、あの僕も最近筋トレして、ご飯いっぱい食べて体大きくしようと思って数ヶ月頑張ってるんですけど、体を大きくするとか筋トレするっていうと、まあ大体そのトレーニングしてる人って朝ごはんよく食べてるんですよ。朝はしっかり食べるべきみたいなね、話をされてる方が多いんですね。でまあ朝ってやっぱ一日のスタートやし、しっかり食べたら腸も動くし、これからエネルギー使っていくわけなんでね、まあ朝ごはんしっかり、夜がっつり食べるってよりは朝しっかりね食べましょうみたいなこと言う人が結構多いんですよ。でまあそれはそうやなと思って、僕もね朝増やそうと思って増やしました。オートミールとかプロテインとか卵とかパンとかね、ちょっといろいろ普段やったらそんな食べてないですけど、朝わーって食べて、んでまあ間食したり、お昼とかもご飯増やしたりとかね、やってみたんですけど、まあ体調悪くなりました。もうみるみるね弱っていきましたね、体が。でなんでかっていうと、まあわかんないですけど、まあ僕の実際試したなんていうかな、振り返りとしては、朝あんまり食べ過ぎない方が僕は調子いいんですよ。あれもこれもって食べるより、朝は少なめにして、まあ徐々に間食したりを、まあお昼食べたりして、でお昼とか夜を多めに食べる方が得意なんですよね。それが結構前からの習慣やし、慣れてるっていうんかな、あれは体質に合ってるのか分かんないですけど、とにかく朝あんまり食べ過ぎるとなんかね胃が疲れちゃうっていうか、なんかお腹もよく壊すようになったし、何よりこうまあ血糖値も上がるんでね、あんまり食べ過ぎると眠くなったりとかね、日中するようになって、朝ごはんいっぱい食べてるの合わなかったんですよ。で増量してる人はもうご飯ね、もう山盛り食べたりとかねするわけなんですけど、それも試してみたら合わなかったんですよ。でそれも胃腸に結構負担が僕の場合かかったし、でご飯食べ過ぎたら眠なるしって言って、一食をバカーンって多くすんのも良くなかった。でほんならこまめに食べましょうっていう話が出てくるんですよね。ドカ食いすると眠くなったりとか、まあ食べのしんどいわけなんで、1日5食とか6食とか、まあこまめに食べてお腹空かないようにしましょう。まあ筋トレしてる人って常にね、こう血中アミノ酸っていうか、なんかこう栄養をね体内にもうとにかく入れといて、枯渇することがないように食べまくりましょうみたいな、増量期は食べまくるのが大事ですみたいな、よく言われてて、でまあそうやなと思って、もうこまめに、じゃあこまめに食べようと思って食べてやってたんですけど、それもあんま調子良くなくて、もう常になんかお腹になんか入ってて、もうなんかしんどみたいな感じになったんで、僕の場合その増量とか筋トレとかで食事増やそうと思ってやったんですけど、まあ巷で言われてる朝増やしましょうとか、がっつり食べましょうとか、もうこまめに食べまくって空腹の時間なくしましょうとかね、まあそういう話は全部合わなかったんですよ。でまあ結局自分が快適にっていうか、やりやすい、無理せずできる範囲でまあ食べるみたいな風に結局落ち着いたんですよね。っていうこともね最近あったんで、やっぱなんか誰かがこういいと言ってるからとか、まあ定説ではねこうやと、でそれはまあ正しいんですけど、じゃあ自分がそれを実践して合うのかどうか、自分がそれでうまくいくのかっていうのはほんまに個人差あるんで、それは自分で試してみなあかんし、まあ本やからといって鵜呑みにするのも危険やなっていうのを改めてねちょっと思ったんですよ。まあ、だからその自己啓発の話に戻ると、まあ、例えばその幸せに、ね、なるのに遅すぎることはないということで、幸せとは何か、幸せに必要な要素は何かっていうことが本の中で書かれてると思うんですよね。で Amazon で調べてみると、なんかこうサンプルがねちょこちょこって読めたんですけど、その中にはなんかこう、なんていうの、人間関係の問題を解決に導く5つのステップとかでね、ステップ1ステップ2とかでなんか書かれてたりとか、
するんですけど、内容読んでないですよ。読んでないですけど、まあね、研究者はこうやってまとめますよ。その5つのステップ。ね、数百人に調査した結果、こういうステップで、悩みは解決できるはずだ、みたいな風にまとめがちなんですけど、じゃあそれを実践できるのか。悩み事があった時に、人間関係がうまくいかへんなって思った時に、よし、5つのステップで解決するぞって言って、ステップ1、解釈。ステップ2、選択とか言って、なんか書いてますけど、そうやって自分でできるんかっていうと、まあ難しいと思うんですよ。実際やろうと思うと。で、しかもその人間関係の自分のね、自分の悩みがその5つのステップで、まず分類できんのかもようわからんし、そのね、ステップに従って進めていって解決できるかもわからんわけで、だからまあ、なんていうかな。まあ、あるいは仕事のノウハウが書かれた本があって、こう生産性を上げるにはこれをした方がいい、あれをした方がいい、これが大事だとかっていろいろ書いてたりするじゃないですか。仕事のノウハウ本とかで。ほんで、じゃあやろうか、言って、それやって、うまくいくんかっていうと、やっぱ人それぞれやし、そんなこと気にせんでもね、うまくいく人もいるわけで。まあ、だからなんかこう、ね。自分で結局考えて何を採用するのか選ばなあかんし、逆に言うと、なんか本にこれ書いててそれができひんからやっぱり私不幸せなんやとか、ああ本にこんなこと書いてるけど私全然できひんだから仕事できひんねやって思うのも、ちょっと危険かなっていうかもったいないなって思うんですよね。本は本なんでね、それに合わへんからって言って自分が間違ってるっていうわけではないんで、まあなんか特にこういう自己啓発本とか、この幸せとかね、このね、幸せにこう、あんま定義ね、つけられると、それに合わへん自分が良くないんや、みたいな風になってくる恐れもね、あるので、まあ、そういうのもあるなーっていう。じゃあ私はどうやろうって言って、こう、一歩引いて受け止める姿勢が、まあ自己啓発本とかを吸収するのには、いいんじゃないかなと考えてます。読むのはいいんですけどね、自己啓発本。僕も全然読みますし。まあ、なんですけど、こう自己啓発本を読んで逆に焦るとかね、逆になんか萎えてきたとか、そういうケースって割とあるなと思うんで、まあちょっとひよこさんね、せっかくレターいただいて、この話ね、ああ、ちょっと最近感じたなと思って、ついでに話は脱線してしまうんですが、お話ねさせてもらおうと思ってお時間をいただきました。ありがとうございます。メンバーのひよこさんですね、今回レターいただいてありがとうございました。というわけでですね、今回の配信以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿逃さずチェックできます。フォローは僕たちの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のアプリからレター、お便りを送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。